今週も金曜日夜10時になりました。カリーノグループプレゼンツミュージックガレージの時間です。ナビゲーターは私からビンヤとフリークサトルです。さて、もう先週からですね、ご存知の方も多いと思うんですが、2017年5月からお届けしていたこの番組も今日が最終回となりました。来てしまいました ね、まあ、あの先週ですね、はい、まあ、最終回に言うような挨拶はいろいろやってしまいましたんで、もう走り切った感はありますけどね、はい、今日はアンコールというような感じでですね、バーッと行き切った後のこれですよ、うん、そうですそうです、楽しく皆さんからのですね、フリークのリクエストをお届けしながら、はい、にぎやかに終わっていこうかなと思っておりますので、早速ですね、お便りをご紹介したいと思うんですが、この方は、ラジオネームはないんですけど、リクエストバッドライいただいてたんですが、残念ながら今日はちょっとお届けできないんですが、はい、この方の文章がインパクトがありすぎてですね、それからいくんですか。それからですよ、これからですよ。バッドライのリクエスト、なんで好きかなんて思い出せない、はい、一番好きって意外とそういうことじゃない、理由なんてないの、グルーヴがそう言ってんの、理屈じゃない、いやソウルフルすぎやろ、ね、コメントが、はい、ということでこういう感じで今日はですね、はい、まあ本当にあのグルーヴがそう言ってんの、理屈じゃないという、はい、理屈じゃないって言ってるのに書けないっていうね、リクエスト、他の方の理屈じゃないという、はい、そういうリクエストをですねお届けしていこうと思いますのでですね、ぜひ最後までお付き合いいただきたいと思います。なんで書けないんですか。皆さんのための番組は先週までで本当に終わってます。今日は我々がやりたいようにやるのがアンコールです、はい、こちらの都合でいきたいと思います。そう、ライブで言うと料金分は先週まで、はい、そうですね、今日はプレイヤー側からのサービス、はい、こんな不正こと言ってていいのということでございまして、それいきましょう、はい、ということで早速この後ですね、皆さんからのリクエストをお届けしてまいりたいと思います。東区のミサエさんからいただきました。はい、皆さん、ミュージックガレージ本当に終わってしまうんですか。はい、嘘は言いません、本当に終わってしまいます。本当に終わります。フリークのサトルさんの縁でこの番組を聞き始めたんですが、ムーヤさんが音楽を分かりやすく面白くお話ししてくださって、新鮮な驚きがたくさんありました。ああ、いいですね。サトルさんとの掛け合いも息がぴったりあって毎週楽しみにしてたんで、すごく残念です、もっと聞きたかったです。また新しい番組などでご縁がありますようにということでいただきましたけどね、はい、ということで、今日はですね、また新しい番組で縁がありますように、まずはこの曲からご紹介したいと思います、はい、じゃあサトル君から紹介してください。はい、これはですね、あのフリークの、デビュー曲ですね。一番最初の曲です、はい、それをまたバンドアレンジにした、楽曲があるので、聴いてください、リクエストいただきましたフリークでムービンオン。情熱を信じろ。
久しぶりです。フリコンサトル元気してる？そしてミュージックガレージをお聴きの皆さん、お久しぶりでございます。初代パーソナリティを務めさせていただきましたジャパンです。今回ですね、最終回を迎えるということでですね、ちょっと僭越ながら、メッセージを送らせていただいております。2017年からですね、2年間私パーソナリティを務めさせていただきましたけども、熊本の皆さん、そして RKK ラジオの皆さん、そしてあのカリーノグループの皆さん、もういろんな方に支えられてですね、本当に楽しいひとときを過ごせました。自分の人生にとっても大事な大事な1ページとなっております。今もですね、本当に音楽が大好きで、今はちょっとプレイヤーという形ではないんですけども、音楽にね、携わらせていただいていることをちょっと幸せに感じながらも、今後ですね、分野さんとはなんかまた違った形で、お会いできることを、楽しみにしておりますので、ジャパン頑張りますんでよろしくお願いいたします。そしてフリークのサトルはですね、僕の後を引き継いでいただき本当にありがとうございました。まだまだ若いんでたくさんいろんな経験をして、人生を歌に変えて頑張っていってください。本当にですね、お疲れ様でございました。またお会いできる日を、楽しみにしております。初代パーソナリティジャパンでした。ありがとうございます。初代パーソナリティのジャパン君からのメッセージでございました。わ、なんか大人になったような感じでしたね。なんかね、はい、いろいろとね、人生を歌に変えて、めちゃめちゃふざけながら、お酒を酌み交わした日が、あの違う人だったんだなって思いましたね。まあ2年間やって、こうなんか人間的な形成に少しは役立ったなっていう、そういうのがなんか感じましたけどね。ジャパン君も頑張ってね、また何かあったら本当に、一緒に仕事したいなと思いますけどね。ジャパンさん飲み行きましょう。はい、さあ、それじゃあ次のリクエスト、はい、ラジオネームなっちゃんさんからいただきました。はい、ありがとうございます。私の、好きな、フリークの曲といえば「ファミリー」です。うん、大学で知り合った沖縄に住んでいる友人がいまして、うん、卒業してもお互いの近況や相談を、する仲でしたと。うん、ある日彼女が泣きながら、電話をしてきて、全ての話を聞き終わった後、私は無意識に手元にあった CD を手に取り、このファミリーの、歌詞を伝えていましたと。それからはもうお互いのテーマソングになりました。うん、わ、嬉しいっすね。なるほど。これ僕があのファミリーという曲書いてるんですけど、これ実際僕も本当にあの
家族と言えるような友人がいて、うんうんうん、その友人に助けられたっていうのを、うんうん、あの歌に変えてるんですよ。ああなるほど。だからそのまんまリンクしたんです、ね、のなんか状況なんね、の状況なんで、ちょっとこのメッセージびっくりしました、ね、僕にとってその家族って言えるような人って相当な人なんですよ。だからやっぱり友達そして親友が来るじゃないですか、その親友を超えるもう家族だなって言えるような人ってなかなかいないじゃないですか。逆にその本当の家族を自分の家族って言えない人ももちろんいると思うんですよ。でもそれを超えて血のつながりとかも超えて家族って言えるような、人だったので、僕にとってこういうリンクするっていうのはすごいですね。はい、じゃあ聞いていただきましょう。はい、では聞いていただきましょう、フリークでファミリー。俺たちはファミリー、 yeah, yeah, yeah. 血のつながりとか全部超えたファミリー、 yeah, yeah, yeah. もしお前がロンリーロンリーロンリーでも俺がいる Don't worry, worry. 俺たちはファミリー、 we are family. つながり会えるいつでもここにいるファミリー。思い返せばどんな出会いだとか、どんな風に時間を重ねたとか、シナリオもなかったから、気まぐれからにあった糸をちぎってしまう以外ほどけない。赤の他人に言わせれば俺らは赤の他人でも、大切の意味を初めて知った、慰めの言葉を送るよ。俺たちはファミリー、 yeah, yeah, yeah. 血のつながりとか全部超えたファミリー、 yeah, yeah, yeah. もしお前がロンレロンレロンレでも俺がいる Don't worry.知らないけど俺らで作ってしまえばいいさ、なだから笑ってくれよ。俺たちはファミリー、 yeah, yeah, yeah. 血のつながりとか全部超えたファミリー、 yeah, yeah, yeah. もしお前がロンレロンレロンレでも俺がいる Don't worry, worry. 俺たちはファミリー、 We are family. つながり会えるいつでもここにいるファミリー。全部が暗くてずっとさまよって報われなくて嘆いてた俺、助けてくれ誰か、叫べばいつだってお前が現れた。優しい心の持ち主、でもこの世界はたまにお前に厳しい。絶望の海一人で渡るなよ、同じ船絶望共に越えよう。自分を犠牲にする性格も分かってるから、たまには手出すよ。互いの心に触れ合い生きてこう、いつも持ってるよ。俺たちはファミリー、 yeah, yeah, yeah. 血のつながりとか全部超えたファミリー、もしお前がロンレロンレロンレでも俺がいる Don't worry, worry. 俺たちはファミリー、 We are family. つながり会えるいつでもここにいる。俺たちはファミリー、 yeah, yeah, yeah. 血のつながりとか全部超えたファミリー、 yeah, yeah, yeah. もしお前がロンレロンレロンレでも俺がいる Don't worry, worry. 俺たちはファミリー、 We are family. つながり会えるいつでもここにいるファミリー。お届けしたのはフリークファミリーでした。熊本市ラジオネーム iTunes さんからもリクエストいただいておりまして、フリークスに会って1年経ちましたが、家族みたいで何でも相談できて、いつも互いに励まし合える素敵な人と出会いました。今度のツアーも熊本はその方の旦那さんも含めダブル夫婦で参戦します。12月8日のジャンゴのねフリークのライブ、ぜひお出かけいただきたいと思いますが、いいですね。はい、今日のカリノグループプレゼンツミュージックガレージでは放送上は最終回ですが、中身的にはアンコールということで、はい、フリークのリクエストをどんどんご紹介しておりますが、次ははい、ラジオネームしおしおみろみろさんからいただいております、はいはい、全部の曲が、大好きすぎて、うん、1曲選ぶの難しいんですが、誓いの歌ですということですね、うん、この曲を初めて聞いたのは、たまたま深夜につけていたテレビから、MV が流れてきて、見た瞬間歌い始めの元気さんの歌声に、心奪われました、その頃いろんなことで悩み辛くて苦しくて、気持ちが落ち込んでいたので、この曲の歌詞と、4人の歌声にとても救われ、
癒されましたと。人の心がこう傷ついてたりとかちょっとすさんでる時は、はい、そこにこうスーッと入ってくる歌って聞くんだよね。いやなんか、そういうあの声を、自分たちが作ってて、こうライブしてても、この曲に癒されてますって、あの言う人は別にないじゃないですか、ライブとかやってても。でもなんかこう街中とかで結構声かけていただくことがありまして、あ、サトルさんですよねみたいな、いつも聞いてますみたいな、もう今日も今聞いてますみたいな、この画面見せられたりとかして、毎日聞いてるんですよねみたいな感じで言われたら、あ、なんか人の役に立ってんだなと。そこにも入ってんだなって、ね、なんか嬉しいですよね。なるほどね。さあ、じゃあこの瞬間にもそんな人のところに届けばいいですけどね。はい、はい、それでは聞いてください。フリークで誓いの歌。この世界で戦い続けると決めた。どれだけ険しい道でも、そう Never stop、傷口をかばって歩くなんてしない。傷ついた後はいつしかそう勲章になる。俺が精一杯生きることで、君がそんなに笑顔になるなら、いつだって君に歌う。そうこの誓いの歌を、どんな時でも諦めたりはしない。必ずたどり着くはしたり、この両手で掴むもんで君に歌う。 Yeah, 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 yeah. どんな時でもそばから離れないで、これからずっと守ってゆく。
の意味を俺らなら見つけてゆける。そう、今誓いの歌をしました。さあ次のメールなんですが、これはラジオネームジョアンナさんからいただいたんですが、ブエンさん、サトルさん、こんばんは。こんばんは。サトルさんが大地さんと一緒に熊本へ来た日に、サトルさんが新幹線で帰ると勝手に思い込んで、夜9時から11時半まで新幹線の改札口でフリークス4人でサトルさんを待ち続けました。4人でサトルさんを待ち続けました。大地は待ってなかったんですね。大地もいたんですよ。かわいそうに。毎週本当に楽しかったです、ありがとう、ということでね、メッセージいただきました。どうもありがとうございました。まあいろいろスケジュールあるんですよ。さあじゃあ最後のメッセージはサトル君の方から、はい、ラジオネームまこっちママさんですね。カナブヤさん、サトルさん、こんばんは。まあフリックさんのことを知ったのは子供に連れられてから5年ぐらいになりますが、うん、リリーベだったりライブだったり毎回温かい雰囲気で、すごく楽しんでますと。多分20年ぶりぐらいに音楽を楽しんでる気がします。おー、子供が楽しんで帰ってくると、うん、主人も一緒に行きたいってなって、うん、そういうのがすごく幸せですと、うん、これからもみんなを幸せにする音楽を続けてください、はい、メッセージいただきました。いいですね。なんかね、子供さんがそうやってこう家庭の中で音楽がみんなをつないでいくっていうのは本当にいいですもんね。なんか家族をつなぐきっかけになったりとか、うん、ね、本当音楽ってそうっすもんね。フリークとかは、うん、自分しか好きじゃないと思ってたジャンルの人を、うん、お前も好きなのみたいな感じで R&B で集まった4人組なんで、音楽って人をやっぱつなぐな、ね、一人で楽しむだけじゃないな。そう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 、みんなで。だから今回も12月8日の熊本ジャンゴはね、さっきはダブル夫婦でしたけど、はい、今度は家族で、はい、皆さんでお出かけいただきたいと思います。どうもメッセージ他にもたくさんいただいてました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあそれでは続いてカリーノグループからのお知らせです。プレゼンツミュージックガレージ、いよいよお別れの曲フリークのエンプティが流れておりますけれども、はい、まあ、これに乗せてフリークのライブハウスツアー2019 Bring Back the Time、12月8日熊本ジャンゴ、これはまずお知らせしておきましょう、はい、ということで、まあ、ジャパン君と2年、サトル君とはちょっとあっという間で半年ぐらいでしたけどね、はい、でしたね。まあラジオやってってどうだったっていうのは先週お話しましたんで、はい、これからまたフリークはね、さっきも言いましたが12月には熊本やってくるし、はい、ね、いろいろライブで皆さんこれからサトル君とどん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 コミュニケーションしていただきたいなと。そうですね、はい、なんで僕たちのライブの、アンコールの影アナウンスとかで分野さんに出てもらう。はい、わかりました。皆さんお待たせしました。お待たせいたしました。それではご紹介いたしましょう。バリカタスタイルの R&B グループフリーク。これでいいですか？やっぱりやめとこうかな。まあいろんなところでね。落語っぽいな。もうちょっとじゃあ練習して頑張ってください。いえ、何もしません。ということで本当にサトル君と半年、番組としては2年半お付き合いいただいてありがとうございました。はい、カリーノグループプレゼンツミュージックガレージ、お相手は私金文也とフリークサトルでした。じゃあまたお会いする日までバイバイ。バイバイ。この番組は